江戸川メディアラボがお届けします。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回は記事ではございません、小ネタでございます。こちら、日本のテレビが渓谷の闇を詳細に報道が渓谷で話題ということでね、何を言ってんのかと。まあ、日本のマスコミもね、渓谷のご利用し、こちらの方はね、もう有名でございますけれども、今回の、ね、話題は、こちらでございますよ。いいですか？せーの、トーン。こんな感じなんですね。渓谷のね、学校での暴力について、日本のテレビ局がご丁寧に話題にしていたと。こういうね、並べていたと。これに対して渓谷さんがね、びっくりしてるという話題でございます。いや、こっちだってびっくりだよ、こんなの。わかんないし。知らねえよ、こんなのって感じなんですけどね。はい、それではね、こちらに対してね、渓谷さん、何言ってんのか、見たいと思いますね。ウリが映ってるんだよ。はい。こちら、もう渓谷のストーカーをするのはやめてくれ。少しは自分の国の暴力問題に関心を持ったらどうなんだ。いやいや、お前らの暴力にはかないませんよ、はい、偶然ワイドショーを見たことがあるけど、やはり戦犯国家という感じだった。自分たちの過去の蛮行にはどこまでも寛大なのに、渓谷のことは非難していた。偶然見ようとして見れるもんなのか、日本のテレビを。いじめの起源である日本が渓谷の学爆問題を糾弾する資格があるのか。いやいや、いじめは渓谷起源ですからね。はい、次こちら。渓谷のことを大きく報道することによって自国の問題から目をそらす目的がある。国民が愚かだから日本の政治家は楽でいいね。いや、ネタがないからやってんのと、渓谷ご利用しだからやってるんでしょ。分かってないな、渓谷さんはね。こちら、渓谷では日本で何が起きても放送なんかされないし、放送されていたとしても関心を持たない。なんで日本は異常なまでに渓谷に興味を示すのか。お前らすっげえ日本見てんじゃねえかよ。はい、じゃあですね、次行きましょうね。こちら、次はこちら。日本はいじめが習慣化している国であり、華やかに見える渓谷文化に憧れていたんだろう。全然華やかに見えないんだけど。だから渓谷の芸能界にいじめがあることが信じられないし、ここまで大々的に報じられている。国内ではいじめが当たり前だから、今さらいじめ問題をテレビで扱っても新鮮味がないということだ。いや、言ってることが違うだろうだね。いやいやいや、すごい新鮮ですよ。びっくりしますよね。こちら、国際的な恥ではあるけど、日本にだけは言われたくない。いやいやいや、渓谷さんに言われたくないです。それではですね、こちらに対して日本の反応、ちょっとご紹介したいと思います。いやー、それにしてもね、日本のテレビがね、こんな風にやってるのはね、確かにちょっとびっくりですわね。これ誰向けなんだよって本当思いますよね。何狙ってんのって思いますね。こちら、お一人目。痛いとこ疲れて悔しがりすぎだろ、朝鮮人わら。だからその番組作ってんのも渓谷人の同胞やぞ。はい、関心を持たれるのが嫌ならアイドル輸出するのやめればいいと思うの。何を隠そう、日本人から見ても誰が興味持ってるのかさっぱりわからん話題だからな。わからないよ。渓谷のいじめ問題なんてくっそどうでもいいから安心してくれ。そんなもんわざわざ報道しなくてもあるの分かってるし。はい、こちら、こういった意見もある。渓谷の負けの部分も放送するようになったのはいい傾向なんじゃね。はい、ね、こういった意見もありますね。まあ確かに渓谷のネガティブな話題ですからね。まあこれでね、もう渓谷ってダメだねとかね、まあそういうふうなもんいいかなと思いますけどね。それではね、チャットの反応行ってみたいと思います。はい、在庫に対する情報だとしか思えない。在庫もこんなの見るかい、普通でも。誰向けなのかね、見るこれ。あ、興味あるからか、話題になってるからか、ワイドショー的なやつか。はい、ね、お前らのエージェントが作ってるんだけど何かってね。こちら、誰、一人も知らない人たち。知らないわ、ほんと知らないわ。
じゃあね、上の方から行きますかね。この辺から行きますか。ね、闇以外があるのかってね。はい。ね。お前ら、本当に日本のストカだな。はい。警告それ、日本のテレビとちゃう。中身スタッフはお前ら同胞や。わら。ね、こちら。事件起こしすぎでしょ。文句あんの。はい。ね、名前並べても誰なのかちんぷんかんぷんってね。これ見て何を求めてるんだとね。日本のテレビ自体も、KC に規制されて腐ってる。はい。ね、こちら。火のないところに煙は立たないにだ。お前らの同胞がやっていることなんだが。え、こちら。財が起こしてる事件が多いんだよ。反省しなよ。警告の闇以上に警告のご利用し番組の方が多いんだから、そっち見てホルホルしとけ、わら。おいおい、どうやったら偶然しかもワイドショーを見れるんだよ。ね、はい、ね、その放送見てるあんたらはって、でね、こちら。どうやって日本のテレビ見るんだよ。日本じゃ隣の県の TV すら飽きららんぞ。めっちゃこっち見とるやないか。日本で暴力振るってるのはお前らの同胞やんけ。いつもそっくりそのまま返せるってね。ねえ、こちら。信じられない政治家を持って大変やな外系民族は。はい、ね、こちら。好きあらば日本に押し寄せて政府生活しようとしてるくせして何を言ってるんだか、わら。はい、ね、テレビ局はそちらとズブズブなだけでこちらは関心がありません、わら、はい、そっくりそのままのしつけて言葉を返してやるよ。視聴者無視で警告報道の富士、これ富士なんですか、はい、日本のテレビが気持ち悪いですね。本当気持ち悪いよね。誰一人も変わらん、わら、ムンちゃんカンちゃんヒロシなら知ってる、わら、はい、でね、本当誰得なんですかね。逆に考えるんだ、売りたちに全然興味がなく無視されるより話題になるだけ将来に希望があるんだ。嫌系には一役買ってるのが評価する。はい、ね、節子それ日本のメディアちゃうって。はい、というね、意見でございました。皆さんはね、いかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。そもそも光があるの。ではまた。